皆さんこんばんはマナのラフラジオのお時間です毎週日曜日の夜9時半から10時までの30分間私玉城マナが、えー、マナのラフラジオをお届けしていきます今日も楽しくお届けしていきますのでよろしくお願いいたしますでは皆さんもあのツイキャスかなユースとかなでも FM 講座のホームページの方から動画をご覧になっている方は気づいてらっしゃる かと思いますが今日もあのギャラリーにゲストさんギャラリーにですねあのリスナーさんお二人来てくださったので急遽ゲストさんとして入っていただくことにしましたお二人ともよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、はい、こんばんはよろしくお願いしますはいでは見覚えのある方々も多いと思いますがすいませんもう一度自己紹介お願いしてもよろしいですかはい、はい、ええー、どうも皆さんこんばんはアルファウィンゴケインと申しますよろしくお願いしますよろしくお願いします えー、こんばんはナハ、えーえー、から来ました、えー、シグナスですよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますもうシグナスさんとケインさんまた二度目の登場ですねお二人揃って、はい、ありがとうございますいこちらこそありがとうございますありがとうございますケインさんは一ヶ月に一度の沖縄にいらっしゃって <laughs> ですよね <laughs> そうそうありがとうございます,す、ね、3年キを利用して、はい、ありがとうございます 早速ツイキャスの方でもコメントいただいております高田組ファンさん、マナさん、ケインさんあシグナスさんも入られましたよこんばんはということでルドルフさんからもこんばんはです今日も楽しくですってありがとうございますお二人とも超有名リスナーですねっていうコメントも来ていますよ <laughs> ありがとうございますでは今日も楽しくお届けしていきたいと思いますがお二人とも今日 蒸し暑くなかったですか?。暑かったですね。もう三十度超えてましたんでね。ですよね。うん、私さっき、今日何度なんだろうと調べたら、本当に三十度超えてて、湿度の方が八十二パーセントも。あるみたいでしたう<わ>、はい。もう本当に暑くなってますよね。うん、明日は。海の日なので、お二人海行かれますか?。いや、その予定はないですね。あ、シグナスさん、どうですか?うん。まだ、僕は今の、まだ決めてはいないですね。あ、そうですよね。海の日。うん 私も決めてないです <laughs> 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 でも本当にこの暑さだったら海行きたくなりますよねはい、ねうん、そうですよね、うん、沖縄の人ってでもあんまり泳がないですけどね、まあ、そうなんですよねはい。でもせっかく綺麗な海があるのでこの暑さ海明日皆さん行かれてもいいかなと思います全国どこも蒸し暑いんだねっていうコメントも来ていますねありがとうございますでは

ユーストリームの方で動画と音声の方も配信しております今日シグナスさんとケインさんお二人の動画も見られますので皆さんぜひホームページの方から入ってお聞きくださいコメントもお待ちしています、うん、ではシグナスさんケインさん今日もよろしくお願いしますよろし,よろしくお願いしますありがとうございますでは今日のオープニングナンバーに行きたいと思います今日のオープニングナンバーは岡崎体育で家族構成 はいうむさんゆんたくタイムのコーナーですこのコーナーは沖縄県内の記事を取り上げてあ、お二人ともゲストさんが拍手してくださいましたありがとうございますでは今日もこのコーナー元気に行ってまいります沖縄県内の記事を取り上げてみんなでゆんたくしていこうというコーナーになりますでは今日も早速記事の方読ませていただきます引き続きケインさんとシグナスさんよろしくお願いします、はい、<laughs> よろしくお願いします,ししますありがとうございます では今日の記事はですね7月15日の土曜日、昨日ですね、の沖縄タイムズさんから取ってきました、猫愛らしく、岩合光昭写真展開幕、沖縄タイムズ創刊70周年プレ企画、岩合光昭写真展、猫が15日、浦添市美術館で開幕しました。沖縄初開催です 会場には動物写真家の岩郷さんが撮影した猫写真181点が並び圧巻の猫ワールドが広がります、えー、同店を手掛けるクレヴィスの川村企画担当は岩郷さんが40年以上かけて撮影したかわいい猫のベストショットを厳選したぜひお気に入りの1枚を探してほしいと来場を呼びかけました岩郷光明さんの写真展は9月3日までです。 入場料は当日一般800円小中高生は400円問い合わせは沖縄タイムス社文化事業部電話番号は0988603588までですという岩合光明さんの猫写真展がですね開幕したという記事でしたお二人私猫が好きなのでこの写真展要チェックしてたんですがお二人ともどうでしょう猫は。 うん、<laughs> そうです。ね猫もどっちかといえば可愛いですよね。あ、うん、もしかして犬派ですか？あ、えっ、ー、とあの以前マルマルチーズ小型犬をマルチーズ飼ってて、はい、その前が猫だったんですよ。あ、そうなんです、ね。どっちも飼ってらしたんですね。<う> <laughs> じゃあ猫ちゃんも好きですか？うそうですね。あ。 ああ、いいですね。ケインさん、どうですか、猫ちゃんは。実は、もう、はい、うちの母が、もう、猫嫌いなんですよ。あら <laughs> 自分はも、もまあ、なんだろう、もう、野良猫じゃなければ、全然、もう、なつ、ね、好きなんですけど。はい、いやっぱ、うちの母が、もう、すごい、なんか、もう、すごい、なんか、トラモなのか。あ、<laughs> ううなんか、あるんですね、はい、猫ちゃんに、はい、あら、まあ、そうなんですね。猫。 私は猫派で猫飼ってみたいなって思ってるんでこの写真展もぜひ行ってみたいなと思いました皆さん9月3日までなのでぜひお時間ある方お願いしますではですねこの猫ちゃんにちなんで今日はですね猫の名前ランキング2017というサイトからちょっともう一つ記事を紹介してもよろしいでしょうか、はい、ありがとうございます, <laughs> いますアニコアニコム損害保険株式会社は2月22日の猫の日に合わせ ペット保険動物憲法に新規契約した0歳の猫約2万3000頭を対象に調査した猫の名前ランキング2017を発表しましたでですね総合ランキングということで付けられた名前の順位が1位から順位まであるんですが難しいですよねシグナさん笑ってます <laughs> これはどうだう難しいですよねえっとですね上位3位を今日行いきたいと思いますたくさんあるので。 皆さんのコメントの方でも、これ、この名前じゃないっていうの分かった方いらっしゃいましたら、ぜひコメントください。第三位がですね、ももちゃんです。猫、はい、うん、猫ちゃんの名前、カタカナのももちゃん。うん、で、第二位がですね、レオちゃんです。うんうん、みんなちょっとなんか洒落た名前ですよね。カタカナ二文字。うん、で、第一位は何でしょうっていうクイズになります。なんだろう <laughs> レドルスさんタマはってタマ定番ですよねタマじゃなかったんです。あタマじゃないんだ。そうなんですよ。タマかなって思いますよね猫ちゃんって言ったらでも二文字です。二文字。はい。あ,あないな <laughs> <laughs> いや。もうちょっと四文字で考えてたんですけどね。え,えなんで四文字で考えてたんですかすごい。ひまわりとかあ。かわいい <laughs> 花の名前ですね。ありそうなんですけどあ。 でも8位が花ちゃんです。8位に花ちゃんが入ってますね。なるほどで八、あ、桜ちゃんも入ってます。なるほどはい、花の名前もランクインしてますよ。あ、<ー>愛ちゃんはって、愛でもないんですね。なんでしょう、難しいですよね、ヒントはですね。みんなが普段。見ているところです。 なんてアバウトなヒントなんでしょうはい。あ、サボさんニャースかなってニャースポケモンのニャースですねニャースでもないんですおしゃれな名前ですよじゃあ大ヒントいきますね青いですピンときましたあ、ミミちゃんコメントでミミちゃんって来てますミミちゃんでもないんです 地球上の人はみんな見ているみんな見上げてますで、青いといえば上を見上げるとスカイ惜しいスカイちょっとおしゃれですねもっと日本的に言って大丈夫です雲 <laughs> <laughs> 一気に離れました <laughs> スカイ、雲、そこはどこですか おお、<空>あ、ピンポンです。ありがとうございます。うん、シーサーさんも、ルドルさん、も皆さん、あ、海ちゃんとかも来てましたね。あ、れなちゃん、れなさんも。そらちゃん、って皆さん、薄々気づいていたそうです。たかしさんが雲、お笑いって来てますよ。<laughs> <laughs> まさかのスカイから雲に行きましたからね。<laughs> そうなんです。一位はそらちゃんでした。うんなるほど。 おしゃれですよね空って名前を付ける人こんなにいっぱいいるんだなっていうのをびっくりしました、かわいいですよね。うんうん、皆さん色々、いろいろレオちゃんとかもいそうですね、人気そうですね、うんうん、皆さんいろいろ猫ちゃん、名前かわいいの犬も、ね、つけてると思うのでぜひペットに関するなんかわいいエピソードなどもありましたらコメントお待ちしています。でお二人とも すごくいつも難しいクイズをすいません <laughs> いえいえ。こちらこそ。<laughs> ありがとうございました。し猫の名前ランキングは。えっとですね。一<や>位はそらちゃんでしたす。勉強になりますね。私も。勉強になりました。そら、うん、ちゃんでした。では、今日のうむさん円卓タイムのコーナーでした。ありがとうございます。 はいお届けしています番組はマナのラフラジオです毎週日曜日の9時半から10時まで30分間放送していますので皆さんぜひお聞きください今日はですね先ほどからも引き続きリスナーさんのケインさんとシグナスさんゲストで出ていただいておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございます,いますやはりゲストさんが来てくださるとリスナーさんも盛り上がってコメントたくさん来ております <laughs> ありがとうございます <laughs> ではここでメッセージメールの方が届きましたので紹介させていただきますラジオネームイエスケンブリーフさんからマナさんゲストのシグナスさんケインさんラスラフラジオを大好きなリスナーの皆さんこんばんはこんばんは,んばんはありがとうございます <laughs> イエスケンブリッジを1時間拡大枠にと言ってすみません先ほどの <laughs> ケンブリッジさんの番組ですね拡大枠いやいやいや本当に30分あっという間ですもんねケンブリッジさんの番組その気持ちわかります全然大丈夫です マナのラフラジオも30分枠情報が多いときは物足りなくなりますね。ありがとうございますコラボや時間延長あればいいのにね。マナのラフラジオを大好きな方々もお願いメッセージなどなど楽しくなりそうな要望をしてみてください楽しい番組に参加しようということでメッセージいただきましたありがとうございます本当に30分の番組あっという間ですよねお二人とももう2回も入っていただいてるんですがどうでしょう。 あっという間ですね <laughs> 本当ですよね、あっという間ですよね1時間ってなったらまた長くなるんですかね、うーん、まあ、進み具合にもよりますけどね、そうですね、うん、でもケンブリッジさんの番組も1時間拡大枠も十分だと思います、本当に、うん、ぜひぜひ、私もいつかは1時間拡大枠にできるように頑張ります。<laughs> ありがとうございます <laughs> イエスケンブリーさんからの メッセージでしたでは今日の本日の「ミュージックパワーですねゲストのケインさんからおすすめの曲を紹介していただきます前回シグナスさんのおすすめの曲ということでグリーンノートコースターさんの曲を紹介いただきましたではケインさん今日紹介していただく曲は何ていう曲でしょうか、はいえっとね 自分がねあのー、関西であのー、応援すねしてるあのー、アーティストさんがおりましてあのー、佐野瞳さんというあのインディーズのアーティストがおりますでその方のねあの夏この時期にぴったりな一曲ということでもうこの曲を選び選ばせていただきました、えっと、えっと、佐野瞳でハロー様という,そうですねはいありがとうございますではケインさんインディーズの方なんですね佐野瞳さんあそうですねもうメジャー目指して頑張っておられる方で<ー>はいああそうなん ご出身はどちらの方なんでしょう。兵庫県ヶ崎市。と聞ます兵庫の方で。ありがとうございます。けインさん、この曲を知ったきっかけっていうのは。あ、ツイキャスになりますね。あ、ツイスのラジオをきっかけですか。あ、そうですね。一応本人のツイキャスがあのね、きっかけでもうそれを聞くになって。ああ、そこからファンになって、音楽を聞くようになったんですね。ありがとうございます。今日はハローサマーという曲で。まさに夏ぴったりという感じですか。そうですね。もう当の本人が、あの、まだ。 もう本土の方で梅雨明けされてないということでまだ曲を、ね、流されてないんですね、こっち側も,もう先行して流していただくと本人も喜ぶのではないかなと思いまして、もう沖縄はもう梅雨明けして夏、ね、真っ盛りですもんね、はい、ありがとうございます、いいアイディアだねということあ、ひとみさん、俺も知ってるということでコメントもいただいておりますよ。<laughs> ありがとうございますでは早速、ケインさんのおすすめの曲。<laughs> はい、じゃあ、改めて紹介いたします。はい さの瞳で、ハロー様。